富山地方鉄道8000系電車は、富山地方鉄道の富山軌道線にて運行されている、路面電車車用。正式な形式名はで8000系。2020年現在5両が運用中である。富山軌道線80周年と、台車強度の関係上、冷房装置の設置が困難なことから非冷房で、残存していた、で7000初期車の置き換えを目的に、 1993年に日本車両製造で5両が製造された。富山市内線の新造車は、1965年登場ので7000系最終造備車以来28年ぶりで、従来車から性能、客室設備ともに大きく進化した本形式は乗務員や乗客に好評を持って迎えられた。本形式の投入により、 富山市内線車両の冷房化率は100%となった。車体デザインはで7 0 0 0型から刷新され、開放的で軽快なスタイルとなった。前面窓は大型の一枚窓で、行き先表示器は窓の内側に設置されている。側面窓は固定式と開閉式のものが混在しており、で7 0 0 0型と比較して寸法は拡大されている。上高扉は、 全中に扉でいずれも大型の窓を持った折り戸が採用された。乗車口である中扉は車椅子利用も考慮した2名の並列乗車も可能な両開き式4枚折り戸を採用し、乗降口は共に広幅の2段ステップとなった。客室内はグレー基調で大きな窓と相まって明るい印象である。車椅子スペースが設けられたこともあり。 乗車定員は、で7000系の90人に対し66人と減少した。運転台の主管制御機は、デッドマン装置装備の一軸通販ドル式で、右手、左手のいずれでも操作可能である。制御方式は、VVVF インバータ制御で、駆動方式は、平行、カルダン駆動、終電装置は、シングルアーム式パンタグラフを搭載し、いずれも富山地方鉄道では、 初採用となる。1993年7月30日より一般の営業運転に投入された。なお、2020年3月21日より実施している富山高専への乗り入れはこの車両では行われない。ありがとうございます。